はい、皆さんこんにちは、カイヤです。今回は、毎月恒例のポケモンカードですね。こちら開封をやっていければなと思います。はい。今回はですね、強化拡張パックリミックスバウト、こちらワンボックス開封していきたいと思います。で、そうね。今回は、カメックスとポッチャマで、なんだっけ。出てこなくなっちゃった。と、不思議花で、ここも出てこない。進化、フォクシーだっけかなの、っていう3体ですね。御三家のタッグチームが入ってるということで、ね、個人的にはもう昔からずっと水タイプ使ってるので、まあ水ポケモンである、カメックスが、欲しいなというカメックス&ポッチャマが欲しいなというところですね。ん？スタージャだっけ？かな？うん。ということで、まあ早速開けていきましょう。はい、ということで、ちょっとまあいろいろ、周りを先に見ていこうか。ヘラクロス、ビクティニ、ズガドーンだっけ？と、ポニータ、キリキザン、ピカチュウと、なんだっけ？忘れちゃった。最近本当忘れがちになってるの、まずい。はい。まあいいや、ということで、開けていきましょうか。よっ。はい。ということで、恒例の1パック、開けていきますよ。おっ。1、2、の3。おぉ、びっくりした。早速、スーパーレアが来たかと思って、ちょっと今一瞬焦った。ぬいこぐま、ポニータ、ロトム、ヨノワール、ほぉ。で、ウィークガードエネルギー。ウィークガードエネルギー、今回も入ってるんですね。なるほど。さあ、ということで開けていきましょう。2パック目。アローラベトベタ、投げつけサルギャロップ、ケケンカニ、ポケモン入れ替え。さあ、次に行こう。これは、普通のお？うん。今なんか緑色のが見えたね。はい。コーダック。なんかちょっとぼやけてるな。OK。コマタナ、トロピウスからの、ダブレアの不思議バナ&スタージャ。スタージャで合ってたね。はい。よし。ということで、ダブレア1枚目。早いな。ポケモン関連だと、そういえば、11月にね、ソード&シールドが出ることが決まりましたが、まあ、実況をやろうかどうか、ちょっと悩んではいます。うん。なんか結構面白そうなので、まあ、買うことは決めてるんですけど、で、まあ、シールド、ん？シールド？違うな。どっちだったかな？青い方。確かソードだった気がする。を買う予定です。また実況やるか、まあ、このチャンネルでやるかちょっと決めてないですけど、またやろうと思います。ボクレイ、ヤンチャム、モンジャラ、エンブオー、フィオネ。うん。さあ。というか、ま、最近アニメ見てないんですけど、どんな感じなんだろうね。おぉ、はい、後でします。というか、早いな、今回スーパーレアでやるの。しかも、久しぶりのトレー、ん？久しぶりじゃないね、でもトレーナーだった。はい。ドローエネルギー、ヨマワル、ゴルダック、ホエルオ、アローラベトベト。うん。だから今回は、ちょっと前のというか、ね、初代のポケモンにそれなりにいるのが個人的には嬉しいかな。はい。ポカブ、マケンカニ、シキジカ、ホー。おー、グラードン。で、グレートキャッチャー。おー、ゴジラみたいな。次、マタレアがいる。アブソル、ダダリン、ポニータ、ズガドーン、アンズ。アンズ再録されてるんですね。アンズのスーパーレアとかだったら笑うな。アンズのスーパーレア、前の他の番でやりましたもんね。まあ僕は引いてないですけど。はい、次、ホエルコ、ローラースケーター、キリキザン、
マーシャロー、あ、マーシャローね。で、ポケモン通信。なんか、サイロクカード、トレーナーズはサイロクカードが多いですね。で、ボクレイ、チャオブ、モンジャラ、オーカイオーガ、グラードンと来てカイオーガ。はい。で、ジャッジマン。ジャッジマンも再録されてるんだね。まあ、ジャッジマンは、この前のブラッキー&エ、ブラッキー、どっちだったかな、ブラッキー&エフ、ブラッキー&エフィじゃねえ、ブラッキー&ダークライのデッキか、エフィデクシスだったか忘れたけど、どっちかにも収録されてましたけどね。うん。はい。アロラニアス、サマヨール、ポカブ、エンテイ、オーキド博士。違うタイプじゃなきゃダメっていうのがちょっとめんどくさいですね。よいしょ。あ、ドローエネルギー、ヨマワール、ゴルダックからの、おお、ダブルエアのポッチャマン&カメックス、カメックス&ポッチャマン。これ欲しかったやつだからいいね。いいですね。この絵柄いいね。すごい、個人的にめっちゃ好き。ちょっとこれ使ってデッキ作りたい。はい。もう一枚出てくんねえかな。はい。次行こう。魔剣館、アブソル、ローラースケーター、モジャンボ、ポケモン通信。なんか、あれが多いですね。サポートが今回ちょっと多め？いつもより。なんかいつもより若干多めな気がする。さあ、次行こう。なんか今回だいぶここまでスピードが速い気がするな。ダダリン、シキジカ、ホエルコ、悪事キング。はぁ。で、エネルギー付け替え。はエネルギー付け替えもさ、なんかほんとトレーナーズ再録ほんと多いっすね。なんだ。サポートは新規があるけど、今んとこなんか再録がほと、再録ばっかりね。なんでなんだろう。まあデッキ作っていく上でね、必要なカードが多いから、まあありがたいはありがたいんだけど、っていう話をしてたらもうすでに前半がラストになっている。ゴロンダ、ヘラクロス、キリキザン、キテルグマ、オーラット。これ、二進化か。二進化じゃない、一進化か。でもこれ、逃げるエネルギーが2個分少なくなるっていうのは、まあ若干あれかもしれんけど、まああれだね。まあ、ゼラオラの電気タイプ、雷タイプのね、ゼラオラとかっていう風になっちゃうと若干あれだけど。うん。はい。OK。次行こう。もう半分終わっちゃいました。アブソル、シキジカ、ダダリン、エンテイからのジャッジマン。うん。さあ、もうあと1枚2枚ぐらいダブルアが入っててくれると個人的には信じているんだが、これは普通の、レアだよね。ゴロンダ、キリキザン、ポニータ、悪事キング2枚目やね。アローラ、ベトベトン。なんかこれちょっとコミカルで笑えるんだけど。うん、はい。レッドバイキング。そうね。悪くはないかもしれんけど。まあでも種ポケモンって考えると、ウルトラビースト、まあ、ちょっと重たいのが難点かな。さあ、ヌイコグマ、コエルコ、ヘラクロス、キテルグマ、オーラット。うん。さあ、そろそろ来るか、ダブルベアが。って言ってたら来た。ロトム、コダック、投げつけ猿、アローラ、ペルシアン GX。はぁー。ドヤ顔。で、ポケモン通信。3枚目はペルシアン GX。うん。あ、でも、タッグチームウルトラビースト特殊エネルギーがついてるポケモンから技のダメージは効果を受けない。あれみたいですね。ケルデュー GX みたいですね。まあ、ただケルデュー GX より、出すのがめんどくさいけど、その分、ダメージを受けないっていうのはいいね。そして、それなりにここもね、あれも高いし。HP も高いから、意外にいいかもね。はい。アローラ、ベトベター、ギャロップ、ヤンチャム、
演武を嘆き、はい、さあ次、ただなどうせだったらなリザードンとこいつも欲しい、未だ名前が出てきておりません、多分編集で名前はついてるけど、はい、トロピウス、小マタナ、ボクレイ、芽吹きジカ、ポケモン入れ替え、これすごい神秘的でいいですね。季節の恵み、自分の番に1回使える、自分の山札を1枚引く、ポン、こういう特性はいいですね。さあ残りが8パック、7パック8パックぐらい、もう1枚ダブリア来てくれるといいけどね、チャオブ、アローラニャース、モンジャラ、モジャンボ、エネルギー付け替え、エネルギー付け替え本当にいっぱい出るね。さあどんどん開けていく、トレーナーズのレア、トレーナーズ、トレーナーレアなんだっけ、 TR だね、はい、サマヨール、ドローエネルギー、魔剣下に、ダート自転車の、はぁ、あ、はぁ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 、トレーナーズレアだね。どうしよう。ちょっとこう、ちょっとこう。このドローエネルギーが結構いっぱい出てますね、今回。エネルギーをつけると1枚引けるっていうのはいいかもしれんね。面白いエネルギーだね。ただまあ、無色エネルギーなので、ちょっとそのまあでもそれだから使えるというのもあるかもしれない、うん、さあ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 、ヨマワル、ポカブ、ゴルダック、マーシャドウ、グレートキャッチャー、ほ、相手のベンチ、これでもさあ、でもレシーズが相手のねあれにいたら面白いのかもね、レシーズとかがいて持ってきて、はい、そのターンで攻撃させれば面白いのかな。でもこれってさ、このターンだけなのかな、その次のターンも使えるのかな、よくわからんな。お、いた、いいですね、ローラースケーター、ダダリン、アブゾル、オッケー、リザードン&テールナ、はい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 、揃い踏みだね。で、ザングース。で、ローラースケーター。ほん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 。やったね。3種類揃い踏みだね。いいですね。これはありがたい。で、まあ、これでダブルレア打ち止めか。あとはスーパーレアが誰なのかっていうところやな。はい。シキジカ、ゴロンダ、ポニータ、ホエルオ、オーキド。ね、今のアニメでオーキド校長だっけ?なんかいるんだよね。オーキドの親戚かなんかだったらしいけど、全然見てないから知らないんだけど、まあでもポケモンもね、なんか今ポケモンリーグかなんかに入の段に入ってきてて、まあそうね、なんか今回のアニメちょっと個人的には絵が気に入らんちゃ気に入らんのだけど、なんか昔のサトシと若干違ってるっていうのはちょっとねっていうところはあるんだけど、はい、まあいいや。キリキザン、ホエルコ、ヘラクロス、ズガドン、久しぶりに見たズガドンとフィオネで終わりかな。はい。さあ、あと、そこのスーパーレア枠入れて4パックですね。以後、ヌイコグマ、ロトム、投げつけサル、ケケンカでアローラベトベトン。うん。さあ、残り2パック。まあ、もう、あとは面白そうなレアが出てくれると個人的には満足かな。アローラベトベター、コダック、ギャロップ、マーシャドウ。で、アンズ。おう、アンズ。でも、これ、あれだよね。このまま行くと、ダブル、スーパーレア枠で、そうね、サポートが、まだ何が出てくるのか個人全然知らないからなんだけど、ローラースケーターかアンズか博士のセッティング。でも、アンズは多分前の段で、スーパーレアが出てるから多分ないと思うんだよね。って考えると、このオーキドかローラースケーターのどっちかになりそうな気は、ジャッジマンもないしね。気がするなぁ。そうね。まあ多分そのどちらかでしょう。さあ、個人的にはローラースケーターだったらいいなぁと思ったりはしている。はい。トロピウス、コマタナ、ヤンチャム、ビクティニ。お、ビクティニそういえば出てなかったね。で、エネルギー回収。
あ、これはまた個人的にはちょっといいカード。でも1枚しか出てないのがちょっとなぁ。はい。って感じかな。よし。最後。よっこいしょ。はい。最後。スーパーレアパックですね。チャオブ、サマヨール、アローラニアス、ちょっと先に後ろを見たいな。いいよ。エネルギー回収。ここで2枚目が出たか。さあ、誰が来るかな？誰？よいしょ。ちょっと待てよ。ほう。ほう。ほう。よいしょ。はい、いきます。せーの、ドン。こっちか！大きどか。はぁ。大木戸博士ね。なるほど。ちょっとリアクションにも困った。まあ、予想は当たったけどね。ああ、でもローラースケーターの方が若干欲しかったかな。ローラースケーターのね、カード効果が好きだったから、できればそっちが欲しかったなって思った。はい。さあ、ということで、じゃあですね、スーパーレア以上、スーパーレア以上じゃない、ダブルレア以上見ていきましょう。はい、ということで、ダブルレア以上。まずは、アローラペルシアン。これ、面白いとはいいのね、思うんだけど、ちょっとこの GX 技がその分若干弱いかなとは思うけどね。まあでも GX 技を使わずに、これが本当に壁になってくれるっていう、考えるといいのかな、とは思ったりはしている。うん。で、イザード&テールの GX。そうね。HP が高くて、なんかゼラオラのあれみたいですね。GX 技みたいですね。でもここの火傷と混乱をつけるのは面白いかも。はい。で、不思議だな&スタージャー GX、輝くツール。これもこれで面白そうは面白そうですね。自分の手札から草エネルギーをこいつにつけて、なおかつ相手のベンチポケモンを1体持ってこれるから、最悪瀕死になりつつある、瀕死じゃないや、気絶寸前のポケモンを入れ、タッグチームとかを持ってきて、こいつで最後攻撃するっていうのはありかもしれないね。で、しかもこいつ、ありがたいことに、ちょっと重たいは重たいけど、ね。で、これはこれでまた面白いしね。ちょっとこれのデッキも作ってみたいな。はい。で、個人的にちょっと欲しかった、カメックス&ポッチャの GX。スプラッシュメーカー。まあ、エネルギー、水エネルギーを3枚まで自分のポケモンに好きなようにつける。つけたポケモンの HP を、つけた、最大150回復できるってことか。なるほど。GX で一応250だと若干、打点、この辺の打点が足りないか。ただ、こだわり鉢巻きつけると、いけるんか。そう考えると結構 GX 技としても、それなりに優秀かな。ただ6個いる。水エネルギーが全部で5ついるっていうのが若干難点か。水エネルギーをどっかから回収できるといいけどね。アクアパッチとかで、捨てといて、トラッシュに捨てといて、アクアパッチで回収とかって言ってもありなのかな。はい。で、最後、大木戸博士のセッティング。ポケモンのゲームでおなじみの、好きなやつを一体選べってやつよね。もう本当に初代は本当にこんな感じでしたよね。はい。で、違うタイプの種ポケモンっていうのが若干効果としては、っていう感じなのかなと個人的には思うけど、どうなんだろう。あ、でもそうか、サンダーファイアフリーザーデッキとかに、サントリーデッキに入れてみたら意外に、動かしやすいのか？そうだね、ビクティニと、とかいろいろ出したりするのには、
使えるのかなとは思ったりはするけど、うん、っていう感じか。はい、ということで、まあ今回はこんな感じでした。まあ良かったは良かったかな。まあ全部3ね、まあスーパーレア枠は置いといて、欲しかったダブルレアは1、まあ3個3家のね、やつがタイプ、1枚ずつ出てるっていうのはまあいいかなと思いますが、まあちょっとデッキを組むのには、まあ不向きっちゃ不向きだけど、まあそういう点でまあ良かったのかなと思います。はい。ということで、まあ、まあワンボックス開けてみましたが、そうね、ちょっとデッキやっぱ作ってみたいなということで、また、作る作業ずっとやってるね、本当に。そうなんですよね。今はちょっと、ねえ、なかなか、まあ実はね、動画を一本撮ってはいるんですよ。ピカゼクデッキと、なんだっけあれ。ピカゼクデッキと、メガヤミラミ&バンギラスデッキ、一応動画としては撮ってるんですけど、なかなかちょっと編集する時間がなくてですね。まあ今週、来週ぐらいにはちょっと上げようかなと思いますんで、まあ見ていただけると嬉しいです。今週中、来週ぐらいかな、に上げようと思いますんで、この3連休では必ず、どっかであげるようにしますので、見ていただけると嬉しいです。はい。ということで、今回、個人的には、まあ、いい引きだったのかなと思いながら、こんな感じで終わりたいと思います。はい。ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。